マスコットは各クラブ1体ずつ。そのレギュレーションを見ようとしていたいわき FC のスタッフたち、なんとかごまかして2体とも出場させるべく検討会議が行われていた。参加は1クラブ1マスコットのみしか書いてないんだよ。ハーマーとドリル痛い、うん、1体じゃないな。じゃあどうやって1体に見せるかっていうところをやんなきゃいけないんじゃないの、うん、それを今考えてるんじゃないですか。分かった、これ帽子、これハーマーに帽子かぶせたいんじゃん。いやー、どうだこれ。いや、ドリ一人になってるでしょ。いや、だってここもハーマーだもん。ダメか、顔だけ隠してもな。後ろ向きにしてもダメ。いや変わんないな。かっこいいじゃん。いや違う、ダメか、前の方がいいか、前向きの方がいい。前向きの方がいい。いや、向きの問題じゃねえ。ほとんど出てる。これでドリを隠すっていう。ああ、いいね。こうやって。あ、いける。あれ、なんか止めるもんね。いける。尻尾見えてる。これもハーマー。今日からうちのマスコットはハーマー。ハーマー。うん、ああ。尻尾見えてるもダメだよ。あれハーマーの尻尾。それはさすがに無理あるだろう。果たしてハーマー&ドリーはどこへ向かおうとしているのか、出られるのか、ハーマー&ドリー。